自分の大好きなやつがあるなぁと思って、あとこれウツボットじゃないかな、ウツボットの進化系みたいな、あれウツボットの進化系なんだ、ウツボットの別地方の姿、最近流行りの、なんで沖縄が帰ってきそうですね、ガジュマルを見なきゃいけないんですかね。おいガジュマル沖縄で見たよ、もっと立派なやつ見たよ、分布沖縄。台湾にもあるんだ、種子島、屋久島、あやっぱ熱帯地方なんで、大きくなるとこれなんていうの、キネを出すの、キネなの、じゃあお前キネにぶら下がったの、ごめんなんか乳首ゲーとか言っちゃって面白そうなのか、結構さあっちに落ちるとか意外と広いんだよ、ね、ああ確かにパキラごめん感が強いんだよ、ね、ああ、沖縄ワールドにもなんかこんな感じのあったよね、うん、ネーブルオレンジ、これファジーネーブル、ネーブル、ああそっかそれで覚えてた、ああマルバビスカスってさ、なんかさハイビスカスの水も感が半端ない完全にあ、これなんじゃん、ついてんじゃん、ほんとだ、なんかそれでね、完成らしいよ、これってね、見てみだって、これ花はロード上で完全に開かないとか、本当だ、お前は何のために生まれているのか、どうなってんの中、あ、ない、特にないわ、すげえわ、ほらないの、見てみ中、ほらなんかくるんってなってるわ、あの黄色いさ、なんかさ花粉ついてそうなとこあんじゃん、あれあんのかと思ったら、ねえのね、びっくりした、あ、そうなんだ、うん、あ、バナナ、石村じゃん、バナナ溢れちゃダメだ、バイキンマンが持ってそうなんか最後に出てくるロボットなんか入っちゃうみたい、触っちゃうっていう、普通に昨日ねバナナね、チョコバナナさんで8とか頼むバカがいたよねずっとバナナ切ってる枯れてね、これスイカゼロ、さっき出てたやつ、あああれか、これ何がどうなの、今の時期じゃないと、あ、そうだね、すごくね、でもこれこいつだけさ、ド級なんだけど超ド級、しかもさ、こいつすごいのがさ、うん、なんか柱になるような筋力ね、こいつさ、この枝みたいな集合体生きてるよねすげえな、すげえな、なんでこの上まで行ったんだ、こいつは、こう、向上心だね向上心半端ない、これも全部そうだったよ、よくね侵食されてんだけど、ヒスイカズラになるだ、この植物園、ただのヒスイカズラ園、ただのヒスイカズラとカスすげえ、なんかグルコのやりがいのありすげえ、トーチ神社余すとこないよ、星が、え、ほらなんかさ、花のところはさ、香辛料になるし、果実は果物になるっていうさ、万能食材。ってことは、果物をさ、花でさ、味付けすることができるというわけじゃん。お、すげえじゃん。万能食材。びっくりした、魚いるやんけ。金魚いた。でけえ金魚いる。やめよう。ダメ？やめろ。お腹すいたなと思って。前の餌じゃない、これ。あれとか食べがやりそうだ。もっとあそこに食べがいありそうなやついんや、ん2人もいるじゃん、そっちかよ、でけえ金魚でもいいのかと思った、でけえ金魚がいるやんか、いやもっとあれ違うだろあれ金魚じゃねえだろ、またいんのかよお前は、もう鬼いいよお前はいいよ、この木小笠原の植物がいいよ、
足っぽく見る。あ、確かに足っぽく見えるね。まあいい、確かに。あれだね、星野がさ、これができる前のさ、この木にさ、えいってぶら下がってたら、ズクシ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 って殺され、ぶっ殺される。あ、そういう、うん、こう槍みたいな、ブシ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 。そういう、うん、実際石巻の死因はこれ。あー、だからもう何本か折れてんの。そう。刺さったままだから。刺さったままだから。あれも、あれもタコの木、あ、違うんだ。あ、なんか違う、美容タコの木。あ、なんかこっちはこっちで太いな。はい、どうも、君の番次郎です。演歌歌手みたいな。君番と呼んでください。アボカドあるよ。覚えてきてる。なんかアボカドっぽいのちょこっていないやつがいい。ポンって。ああ、ほんとだ。アボカドっぽい、ね。アボカドは昨日死のうと切ったな、俺。アボカドシュリンプサラダ。サポジラ。なってない。え？サポジラ。サポジラってないの？これがサポジラなの。じゃない。あと確かにサポジラか。あ、山鳥やし。あとちょっとヤシっぽいかもしれない。確かに。ああ、沖縄でこんなの見たの。沖縄で見たね。うん。いや、狙撃されてんのかな。カカオ、ね。カカオじゃん。カカオが。あ、あんなカカオだ、うん。できてたら面白かった。さすがにな。そしたらもぎ取っていってやばい、捕まえそうになった。なんかクジャクに会う前にクジャクに会った。子持ちクジャクやし、なんで子持ちなんだろうね。子供持ってんじゃん。持ってそうなのかな。あ、持ってますよ。本当に全然爪やし、や爪やし、なんか石間の心みたい。いや、あるじゃん、なんかいい、なんかあるじゃん。じゃこれ最後の希望なんだって言ってんの、他ねえんだぞ、お前。いや、これじゃもう地に落ちた花じゃん、ほら。ダメか、ほら。うわ、見てみたい。もうちょっと失われてんね。え、だから、うわ、これしか希望はないんだ、こいつ。これ綺麗、その子は。最後。見て、しかも星野。食べれるらしいよ。食べたら終わりじゃん、もう。希望食べちゃったじゃん。火炎木、火炎木、火炎木、火炎木って聞いたことある、うん、これも聞いたことある。でもさ、火炎木ってさ、漢字だとこれじゃかっこよくね。なんかモンハンで出てきそう感があったね。採取できそう。採取できるわけだ。あ、古いやん。ここやし、ここやし、あ、ここやしがあれか、あのヤシなんだ。あ、ヤシの実のヤシはこれなのか。あ、なるほどね。こうなってたら面白かったけどね。さすがにね、まだなってないね。ここヤシやる気なさすぎね、こんなちっちゃいの。もし育ってない、さっきのあいつみたいになるの。植えたばっかなんじゃない、もしかしたら。植えたばっか、頑張れね。ここヤシ入れようとかだったんじゃない。マンゴーあるよ、私の。お、マンゴーあるじゃん、うん。マンゴーでかいから、木的にはなってなさそうだな。なってはなさそうだね。またあったじゃん、バキラ。最初に行く時は、バキラ。ああ、丸八、丸八、なんでこのボコボコしてしまったんだろうね。枝を切られたわけでもなさそうだし、ね、これさ、見てみましょう。腐ってヤングコーン。腐ってヤングコーン。丸に逆八の字の模様が出るのに丸八と言われてますって。おお。でもこいつ切り取られてんだよな、枝。多分枝なんだよな、これ。枝切られたら致命傷だよ、こいつにとって。卵のな、卵の木。なんか、わかんない。果実は丸い。インドにあるらしい卵。インドではこれを卵の代わりに使用しています。へえ、嘘。すごいね、インド。インド最強説じゃん。お前は嘘だった。あ、これか、うん、
で、ウツボット感が半端ない。ウツボ風。うん。ウツボットすごい見ちゃう。食べちゃう醤油って言うから。どっちかちょっと熱いのウツボット感あるけど。虫入ってるかな。ああ。ちょっとひょうたんみたいな。虫が甘い匂いに追われて。これウツボ。ウツボット。すごい水筒にできそうなぐらいすごいんだけど、これかわいい、これか実際さ、でもさ、ウツボットってさ、これがさ、人間大ぐらいのデカさでさ動くわけでしょ。小次郎と同じぐらいだったよね、身長的に。実際壊れてたからね、うん、怖いよね。いや、シャレになんないでしょ。シャレになんない、死ぬよね、結構。なんで小次郎解けなかったの。そういう設定、消火器で解けない。違う。もうそういうね、スキルを持ってんの。そういうスキル持ってじゃないとね、ロケット団に入れない、ね、あ、そういう。お父さんも見えない。ウツボカズラかってことは、ウツボカズラはウツボカズラかウツボカズラ族なのか。おー、デペンテスらしいよ。デペンテス。本当に用意するのかな、これ。死ねえじゃん。枯れてんじゃん。枯れてんのこれ。枯れてんじゃん。これじゃん。あ、ちょっとそこ。ムギムギしてる、ちょっと。なんか枯れてね。枯れてんのかな。これとか枯れてんじゃない。頑張ってんだよ、まだ。液体入ってるよって。あ、虫が多分いるよ、これ。虫っぽいのいたよ、さっき。マジで？うん。あれ？あ、出てこなかった。でも液体入ってる、すごい。一回持ってるからさ、揺らしてみ、それ。液体っぽい、ちょぽんちょぽんしてるよ。あ、ほんとだ。ちょぽんちょぽんしてるよね、それ。あ、ぽいのいるね。いるでしょ。虫溶かしてるよ、これ。仕事してんだよ、まだ。これは親玉みたいに。違う。シダなのか。あ、違うのか、これ。ここ、え、こういう生き物なの、そもそも。え、すごくね、これ。え、こういう生き物なの、本当に。モンハンに出てきたな、こいつ。やばくね、これ。これを運べみたいな、見せてもらう、なんかありそう。きつ、これもうちょっとちっちゃいやつでしょ、しかも。こう持ってそう。だいたいランボスに突撃されて。ビカクシダだが。あ、なるなる、絶対ででん、泥だらけの線下賞賛剤使うしかない。じゃあ、ここから水性温室的なところは俺が